はいどうも皆さんこんにちは、こんばんは、とっちゃんです。さあ今回は AKS-74U ドラクルしっかり改造したのを今回作ってきました。これめちゃくちゃ強いです。まあ数値で見ただけだけど、前回めっちゃ強いのできたよって言ったドラクルでこれなんですよ。攻撃 41.4、 射程 45.6、 連射 14.15 で、大事な部分この3つ、こんなもんなんですが、これは比較的攻撃力 0. ちょい下がりましたが、射程も上がってますし1以上で、連射力も 0.3 以上上が、 0.3 近くか上がっております。かなり優秀だと思います。で、反動抑制もこっちの方が高いし、初段精度もほぼ一緒、ただ連射精度だけ少し差があるというような形でございます。非常に優秀なものができたなとでも思いますので、これ多分めっちゃ強いと思いますので紹介していきたいと思います。さあやっていきましょう。いきましょう。ちなみに今回新マップの選別、なんか爆破もできるよみたいな新マップでございます。やばいやばい、なんか広くていいね。お、マジあれ100削った。いや強っ、本物の可能性あるぞこの武器。あー無理かー。めちゃくちゃ優秀なんだけど、マジでビビるぐらい強い。使ってる感覚だよね今。逃げろ。え、マジで優秀。ちょっと置いてみるか。何でさ、あれだね、爆破だからね、解除もしないといけないよね、確か。あ、なんか C4 ゲット。いや、これマジで使いやすいし、強いんだけど、普通に。あ、なんか死にそう。あ、大丈夫？え、これどこ持っていけばいいの？とりあえず、なんか、それっぽいとこ行こう。なにー？それすごい。引かれそうなんだけど、あれ。これいける？これ。はやー！何それ？やばい！自分で死んだ！ごめんよ！わけわかんなかった！マジでごめんよ！何それ！ちょ、言ってよ！あ、乗りたいです。あ、乗れば、あ、ちょっとこれだけ乗りたい。待ってー！でもこの殲滅のマップちょっと好き。あの、爆破の要素。まあ、待って、俺下手くそ！何年このゲームやってんねん。何年このゲームやってんの俺は。あ、来た。あ、よし。行こう。よし、行こう。うぃ。あ、やば。これは？ちょっと待って。行け。これ、行けそうじゃない？あ、ダメだわ。これはどうなんの？こっちいるの、敵。もう裏は行こうぜ。あー無理かー。マジ後打ちでもなんか勝てる自信あるぞこの武器。割と出てくるは縛ってるしね。あー無理かー、さすがに。まあいろんなところからこれ攻めていけるからいいですね。いや、この距離やれる。いや、マジ強え、これ。すんげえ強えんだけど。連射もいいでしょう。攻撃も火力もあるでしょう。マジで優秀なんだけど。これはびっくりだ。なんか嫌な音聞こえる。初でしょ。あーダメだった。いやこれマジ使いやすい。これちなみに120スコアなんでまだ終わりません。これ何ここ。まあこういうとこだね。やばいんだけど、これもで、こういう動きもできるしさ。
これ回復、これな、これ何、これ爆弾っすか。これもう爆弾にめっちゃやられてんだけど、なんだ自分で死んでるしね。まあ、ちょっと爆破要素はいらないかな。このマップを普通にやらせてほしいな。普通に楽しいマップなんで。あー落とせないか、今落としたと思ってた。多分あれだったね、今レティクル開かれされてたから、それで当たったと思ってるけど当たってないってやつだったね、おそらく。非常にもったいない。危ない危ない危ない。登れ、あ、ちょっとこれ試したいな。いやこれつかマジ強いんだけど。エスモがこんなに強くなってるとは思わなかった。あー惜しい、惜しいな。マジ安定感もあるし、火力もあるし、射程もあるし、連射もある。不満がそんなねえんだけど。いやマジ強え、これやべえんだけど。さあやっていきましょう。まあ途中参戦でございます。まあね、攻めちょっと長かったんでちょうどいいでしょう。あー、そっちから来るかー。せっかくなんでダメージ見ます。どうダメ 31.4、58.2、29.2、 もうちょっと低いよね。もしかしたら射程の問題なのかもしれないけど、ここはあんまり入っておりません。もったいない。せっかくだったらこれぐらい入ってほしかった。でもね、この近距離戦非常に火力高いのが分かります。どうダメ3発としてはちょっと厳しいかなとは思う、ダメージですけど、まあ、それでも頭入れて3発でパーンと落とせるのは非常に強い。あ、もう追い込まれてるね。大丈夫か。頭のダメージ 58.2 って、こないだやった、なんだっけ、アサルト。なんだっけ、ちょっと忘れちゃった。どう忘れちゃった。あ、デンジャーゾーンじゃねえや。グローザか。あ、じゃあデンジャーゾーンか。デンジャーゾーンとほぼ同ダメ入れられてるわ。今、ボーダー活動力こっちの方が長いんでね。まあ、その差もあると思うんですけれども。非常に優秀だと思われます。やれるかな。いや、しっかり落とす。さあ残すはどなた。ナイス、はい、ナイス、素晴らしい。しっかり4発落としで可能ですね。4発落としてる、素晴らしい。安定感があるわ。連射力こんだけ良くて4発落としてんだから素晴らしい。 MP7 だったら4発じゃ落ちないからね、普通は。ちょっとビビらせましょうか。ここからね、グレネードを入れて。手榴弾を使うぞと思ったけど、ちょっと待とう。あ、もう行ってる。手榴弾投擲、手榴弾投擲。あぶねー、目標地点の偵察を要請する。あぶねー、食らう。あ、俺も食らう。あ、てか、でも敵一人や。やったろ。お、危ない。あ、ナイス。削ってくれててありがとうございます。助かりました、だいぶ。さあ、2対2。勢いがね、やっぱいいわ。勢いがいいわ。あー、ミスった。こっちにすればよかった。おっと、これ危ないんで、これやっていきましょう。ここにいるよって。目標地点の偵察を要請。味方が撃たれた。逃がしません。
からの敵がおるんやろ、グレネード。まあ、そうと言ってるうちに、一側が非常に優秀なんで、一側に一緒に行きますか。スナイパー、二人もいいんだね。手榴弾投擲。あれ、いない。いける。ちょっと削られたの痛かったな。ありがとう。マガジンチェンジ。ただね、スナイパーなんで敵はね。敵制圧。うわー、そこにおったー。ごめんよー。22だと思った、前に後ろにね。めっちゃ強かったね、しかも今ね。マジで優秀なんだけど、これ。一気に持ってけんじゃん。リロード。いや、ほんと優秀。俺これ多分 MP7 より好きかもしれん。これリロードも早いしさ、機動力がめちゃくちゃいいんだよ。これちょっと革命なんだけど、個人的に。グレネード入れたいなと思ったけど、俺のはこれハングレだったっていうね。ほい、ほい。あー、無理かー。行きたかったー今。さあ、ここまで来ましたよ。3対3。もう一人いる。お、さあ詰めていきましょう。やばい、マジで。あーはー、ここにおったー。マジやばいんだけど、これ強え、マジで強え。惜しい。おい、ナイス。びっくりする、この強さ。ダメージとスコアがちゃんとくっついてくるからね。えぐい、マジイケイケになれるもんな。なんか目標地点の偵察を要請する。マガジンチェンジ。あー、くそー、削りきれんかったー。外した。リロード。もったいねえね、今のはかなりもったいない。落としきれなかったね、ここね。壁抜きになっちゃったんだね。これはもうしょうがないわ。壁抜きになっちゃったらしょうがない。それでも壁最後かなり持ってってるから。こことかね、最後74だよ、頭で。3発で70持ってったりね。いや、マジで優秀、これ。最高だな。はい、というわけで、こちらのドラクル、めちゃくちゃ強い。マジで強かった。びっくり。これ誰でも作れるんで、ご紹介しますと、これね、作り方がね、このジャングルハンターを必ず1回入れます。これね、これちょっとね、同じような作り方なんだけど、こっちの方が成功してるんで、こっちはね、ちょっと違いますけど、1F 目でジャングルハンターを、しっかり入れます。で、そのジャングルハンターで、ほぼほぼジャングルハンターの性能にしちゃうんですよ。ここら辺は違うけどね、ここら辺は違うけど、この電車力とか、ちょっとごめんなさいね、これ合成しちゃってるんで、ジャングルハンターちょっと性能良くなってるんで、13.89 とかだったのかな、確か。で、そのジャングルハンターの連射力と安定感、このここのハンド抑制とかを、ドラクルに入れて、でその後、2回、あれかな、これ入れてます。MP5 の MP5 のビバーホルステイン、SD5 のやつですね。あれを入れております。で、連射力を最後上げるっていうような形ですね。で、これで、理想が、攻撃射程はドラクル。で、その下がジャングルハンターで、電車力が
MP5SD5 っていうこの3つの武器のそれぞれいいところをこうそのままくっつけるっていうような、イメージでございます。そうすると、まあ、これが出来上がると。あとで UPG つけて。マジで強かった。これびっくりする。こんな強いんだと思ってちょっと感動しました。しばらくこれをメインで使いたいなって思うぐらい、あ、強かったな。いや、本当にいいこの武器。やっぱモダン貫通能力がね、35もあるって、これが非常にいいのかなというふうに思います。マジで、まあ、MP7 も非常にね、連射力高くて圧倒できるんですけど、それをね、考えてもやっぱね、俺ちょっと楽しい、これ使ってて。すんげえ楽しかった。ね、いや、よかったです、本当に。はい、というわけでね、ちょっと簡単に作ったね、AKS74U がこんなにも強くなるとは思わなくて、まあ、やっぱね、前回超えたなっていうような、ところであります。ちょっとね、反応抑制も上がったりとか、それぞれの数値がちょっと上がっただけで、こんなにも強くなるとは思わなかったですね。最高です。はい、皆様も頑張ってね、作ってください。というわけで今回はここまでになります。お疲れ様です。